旅人パイモン。さっき九条サラさんが来たんだ。うろうろしてるのを見ると本当にオイラたちのことが心配みたいだな。すごく警戒して。状況がちょっと複雑だ。まずは彼女と話をして。いざ。皆の者、近頃人手を連れてきた。ここ一番の正念場はもう過ぎたと言えよう。ここからは、以前ここの秘境内から大きな音が聞こえた。おそらく中には大量のもっと秘境に近いところに駐留したりし、以前の行動時武士たちは秘境と十分な距離を保つことを考えていなかった。そのため魔物の奇襲に対し、1回目は想定外と言えるが、2回目は手落ちだ。このような。そうだったのか。この後は九条陣屋へ戻り、他の地区の防衛を調整。来るのが少々遅かったが、ここは天領奉行が引き受けよう。お前たちの協力に感謝する。事前に信玄殿、この手紙を。中には私が手配した通行。信玄殿のために最も長い期間の滞在期限を申請しておいた。それ以外にも食事と宿泊施設を手配した。城内へ戻ったら手紙に書かれた通りに。マジかよ。こんなの天からモラが降ってきたようなもんだろ。遠慮するなと。ありがとう。あんた最近すごく忙しくしてるだろ。いつ休んでるのか気に。正直私は詩や音楽にあまり興味がない。だが信玄殿は天領奉行に多大な。これで信玄が一番し、いやいや、一番心配なのは式大将のことだって。こっからはあたいの個人的な利益とはか。それとあの兄ちゃんも旅人、もちろんあいつも助けるよな。じゃあ行こうぜ。こっそり式大将とご。いざ。信玄さん、旅人さん、バイバイ。さっきある女将領が人を連れてこの辺りを偵察していた。あいつは天領奉行の人で。九条サラ。天領奉行に。天領奉行の当主の名は聞いたことがある。確か男性だった。九条をはっきりとは覚えていないが、些細なことを思い出した。確かその春之助って人。雑談は後にしようぜ。誰にも気づかれないうちに早く音容量の中に入ろう。そうだな。よし、じゃあみ。
たんだね。もう待ちくたびれ。君たちせっかくのいいところを見逃しちゃったね。じこいつ結構ん心配してくれてたのかい。どうやら俺の実力を信頼して、相棒として古きライバルとして君は知っているはずだ。秘境が再構築されている間、部屋が上下に移動して魔物も一緒に辺りを駆け回っていた。ここ何日か。それに式台賞が必要とする拓本もいくつか見つけられた。ちょうどいいタイミングだったな。早くそれらを回収しようぜ式台賞。拓本に残っている符術の力には限界がある。だからまだ足りないのか。じゃあ計画通り。いやいや、秘境は再構築されたんだから。その点については心配無用。秘境の再構築にあっちに向かえば間違いないだろう。ちょっと待ってくれ、質問があるぞ式大将。だったらなんでその道が、たこの前お前と一緒にあの扉を通ったらオイラたちは秘境の外に出た。もしお前が間違えてオイラたちを危ない場所に連れて行った。そう心配するのも無理はない。だが僕は、もし漁師の直感だと言ったら受け入れて。なんかパイモンの言ったことはもっともだが、あたいたちは式大将という案内役を信じるしかない。それに万が一秘境がまた動き、外に行ってから。もしかして何か。俺の知る限り現段階では稲妻の情勢はまだ安定しているとは言えない。このような秘境は天領奉行が対処すべきことだが、だから君たちが依頼を受けここへ来た。そしておそらくそれは天領奉行による。あいつらのやり方なら直接秘境に突撃して全てをねじ伏せてしまう。そうなる前に式大将の。だから君は焦っている。そうだよね。全部お前らの陰謀だったの。俺は確かにあることを調査しているが、君たちの考えているようなことじゃない。このことはま、旅人、俺は君と付き合いがある。こういうところでわざわざ嘘をつく必要はない。稲妻に着いた後、俺は周辺地、ここは当主のために設立された訓練場のように、戦いと殺し合いしか存在しない。こう言っちゃ悪いけど、旅人とパイモンを除いてそこの二人に会ったのはこれ。善悪、聖者、使命、これらのことは本当に重要なことなのか。教訓。やっぱり戦いが好きな人だったのか兄ちゃん。あんたの言って特に意味はないよ。ただ道中の魔物を恐れず、ま、もし君たちが全力を尽くせないのなら、俺が君たちの代わりに全てをねじ伏せる。もし君たちが。なぜなら戦いは俺。ああ、おいらを見るなよ。いざ。見切りました。せ、剣女盤石。剣女盤石。さ
隙あり。この程度か。
きのイカズ。油断したか。天道、ここにある。剣女盤石。逃げ道はありません。難攻不落。いざ。難攻不落。今回は見切りました。で連れたよ。剣女盤石、天道盤章。やめ。奪ってやる。ここまで。やはり。ダメだ。これでどうだ。難攻不落。やっは。無我の境地。やっここまで。やはり。そこ。ダメだ。裁きの雷。はっ。やはり。はっ、はって。しっ。いざ。見切りました。センサーを開け、権限してる。ヒュッ、ここより弱滅の時。
を砕く。いざ岩山八九裁きのいかず岩山八九すはっはっはっふっ突きやり天道ここにあるはっふ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 っなる逃げ道はありません稲光すなわち永遠なりストップ岩山八九天理チョークフラッグいざ
暗算八九。カムナキン、両両画のつわもの。何かの歌か？この歌は武士たちによって長く歌い継がれてきた。彼らは僕の拓本と共に戦い、歌声が武術の力を通して僕の体に入ってくる。そんな感情を感じ取れるんだ。少し思い出せたような気がする。あの響き渡る残響は彼らが僕の記憶の中に残した感情や言葉だ。恐れるもの、不平を訴えるもの、限る血を持ち昼夜戦う。とするもの。そしてその棟梁の武士は春之助をカムナ様と呼んでいた。彼の春之助に対する言葉や態度はとても礼儀正しいものだった。おかしい、彼らは何が目的でここで戦っていたんだろうか。いざ。いざ。暗算八九。
盤石。盤石、命を捨てに来て。
裁きを受けよ。これでどうだ。やはりこまんだめ。獲物が釣れたよ。やはりダメだ。天道万象、ただの剣女万弱。戻れ、サビとなれ。判決を下す。やはりダメだ。いざ。いざ。
弱。番章はっ、おやおや、さよなら。ふっさっふっふっさっしゃっへっへっ、火炎よ、燃やし尽くせ。難攻不落、いざ。難攻不落。いざ。岩山八九。いざ。岩山八九。
裁きを受けよ。天道、ここにあり。さあ、再入れた。判決を下す。この部屋は温陽寮の最深部に非常に近い。確か僕たちはずっと稲妻各地から来る武人を観察していた。彼らは宴で酒を飲むとき、我々も強大な魔物を倒す力を手に入れた。もしかしたらあんたとカムナ春之助ってその武…その可能性もあるが、言い換えればそのような状況は春之助がわざと仕組んだものである可能性がある。制御不能になった。式大将は講師の言ってた推測に。まったく、俺だって別に。ただ合理的で包括的な推測をしただけだ。みんなに悪意はないと。僕の記憶はまだ完全なものじゃない。それになんだか感じるんだ。前にこの温陽寮は別に最近できたものってわけじゃないんだろう。その人はこの中にずっといるの。旅人、ちょっと待て、あんたもしかして。みんなの真剣な表情から察するに。でも真剣すぎてもあれだろ。ここはもう十分不気味なのに。これだとあの時秘境から魔物が逃げ出してるって聞いて天領奉行の武士たちと一緒にここまで来た。オイラたちがお前に会った時、お前は秘境、たとえお前を信じられなくてもオイラたちは信玄を信じてる。探索が進むにつれてオイラたちは秘境の深くに。でも今に至るまでこの秘境が邪悪な目的で創造。箱には宝も災いも入っている可能性がある。つまりオイラたちはその箱を開ける最後の瞬間にまで来たんだ。警戒もなしに開けるわけにはいかないだろう。あたいは他人が後戻りできない選択をするのを見るのが好きじゃない。わかった。どうやらここまで僕はずっと謎に包まれたまま君たちの助けを受けてきた。たとえ短い間しかと、今ある情報ではまだ保証はできない。僕は春之助を信じたい。でも僕は陰陽師によって作られた式神で記憶も不完全だ。君たち4人こそ、僕は君たちを信頼している。彼は僕を想像してくれた。僕は彼に付き従う義務がある。もし君たちのできることならこの善良な心を最後まで持ち続けたい。でも道具は主の意志に逆らってはならない。もしこれから僕と春之助が天に背き道理に反す。最終的に難題をオイラ。でも意外とこの答えならお前も納得できるよな。あんたら事前に話し合って。いい方法だね。この方法なら式大将の気。何が試すだ。オイラたちは緻密な計画を立てて一発で成功。信玄が言ってただろ。あいつはあいつのやり方で。それに今これを言えば式大将を励ますか。もし式大将が本当に仲間だったらすぐに敵味方を選ぶようなことはし。僕は嘘が得意じゃない。善人でも他人を騙し他人を利、自分にとって残忍とも言える答えを口に。信玄が言って何のことだ。
思い出した。この一文字も間違わないなんて、あんた。それで戦う前の終わったなら行こうか。式大将、心配するな。分かっている、僕も全力をかけても大丈夫だ。最終的、いや最悪の事態にも備えておく必要がある。この扉の向こうが、おいおい、もしもの話だよ。そうならないという保証。残念なことに確かにそうだ。今僕はまだここを完全に掌握したわけじゃ。俺は別に何とも思ってないよ。聖地に挑戦できるまたとないチャンス。もうじゅっ、おいらは嫌だぞ。楽しみ。とにかくもし再構築が起きたら君たちは。あんたはまた戦いに行っちまうのか。心配いらないよ、もちろん。